たまちゃーん。たまちゃん、パリからありがとうございます。ね、今来てるね、たまこさんはね、パリからですよ。ミラノですよ、ミラノ。ミラノ、ミラノ、ミラノ。お前似たような感じですけどね。国違う。国違うの。先週見てた人、わかるかもしれないんですけど、あのね、先週ね、途中でライブ配信がね、バコーンと落ちちゃったんですよ。バコーンってね。その落ちた理由を言うと、きっと今日もそのままバコーンと落ちるので、理由は言えません。なんとね、君の先生とは、1日くらい経ったら会えるんだよね、もうね。そうですね。明日、夜中のね、12時くらいに出て車で大阪に行こうと思ってんですよね。うん。大阪行ったことない人、手挙げて。まあ、ほぼ行ったことないに等しいかな。なんか高校の修学旅行以来行ってないので、修学旅行でも行ってない。そうですね。あ、そう。何、ほぼ行ったことないってのは、どういう感じのことを言うんですか？あの、会社の周年パーティーみたいなのが、梅田のホテルであったんですけれど、うんうん、もう本当に朝、ホテルに入って、終わったら、そのまま移動だったので、観光する時間全くなく。仕事だもんね。そう、ただそこのホテルに行っただけで終わっちゃったので。梅田のホテルって、僕らが泊まるの梅田ってとこの近くかな？いや、難波の方ですね。うん。難波と梅田って近いの？近くないの？いや、遠くはないけど近くはないです。難しい表現ですね。君の先生。愛先生は何しに行ったの？修学旅行です。さっき言っちゃったんですよ。修学旅行ね。聞いてないのかな？ね、聞いてないよね。仕事の研修と修学旅行でしょ？そう。道頓堀は行きました。何しに？君の先生の曲やないで勝手に言っちゃダメじゃない。いや。修学旅行ですから。あの辺は君の先生が占めてるって聞いてるよ、昔から。いや、そんなことないです。昔、ね、戦って爪を剥がした人のね、償いでネイルをね、今、開運ネイルを作ってるという噂を聞きましたよ。そんな理由だったんですか？だけど、あまり危険なことを出すのは今日はやめようね。あれ、お好み焼き楽しみって言ってるけど、ピザ切り禁止だ、ピザ切り。ああ。あれ、君の先生はお好み焼きってどうやって切る？テコみたいなのがあるんで、それでガーって切って。あのほら、なんか関東の人がさ、切るとなんかピザみたいに切るんだけどさ。はい。知ってる？三角に切って。いや、関東の人。わかんないです。食べる分だけ切って食べますけどね、私は。関西の方の人はちゃんとね、井戸の井みたいな感じで切るよね。四角。そうなんですか？私、食べるのに切って食べてますけど、そうなんですか？ピザみたいに切ってる？自分の食べる大きさの分だけ切って食べる。なんか僕テレビ見てたら、ピザみたいに三角形に切ったら、もう、あれ、生きて帰る、そういう発言したらいけないんだ。そういう、ね。大変なことになって聞きましたよ。私とかですね、ちょっとね、やめた方がいいです。日頃からどれだけそういうね、言葉を使っているかがね、よくわかっちゃうっていうね。何発言して、ずっと黙ってていいですか？新東名はね、120まで大丈夫なんで。うん。うん、なので私は新東名から来ました。あ、新東名120まで大丈夫で、旧東名だったら、あれは100なんだ、一応。80とかなのか。多分、もっと100とか、100じゃない、80とか。場所によっては60だったりとかするんで。うん。うん。新東名で行こうか。沙織先生。何それ、沙織先生。すいません。花粉症なんですよ、私ね。まだな、終わらないので。放送事故ですよ、放送事故。ガンガン行きましょうよ、ガンガン。車線、大阪は車線入るときに、やっぱあれ、気合入って入んないと入れないから、多分。大阪はトム先生に任せるってことにしてあると思うので、私その手前まで頑張るから。東京運転できる人は大阪も運転できますよ。東京の方が大変だもん。いや、ほら、大阪入れてくれないっつうじゃん。なんか独特ななんかルールがあるみたいなの前に聞いたことあるけど、ないんですかね。わかんないです。無理やり入るので。もう見た？もう無理やり入るという言葉が、ね、タラチネの母っていうぐらいに出てるから、普通にね。やっぱりそれくらいの気概がないといけないんですね。全然わかんないですけど、入れてくれるのいつまでも待ってられないから。うん。
無言に入っていく。これから我々ね、大阪行くのをね、ほんとできれば2ヶ月に一遍くらいにしたいんだよね。その明日は第1弾。占い師さんとかってすごい本名じゃない人も多いしね。そうですね。変えてらっしゃる方もね、多いので、うん、私はめんどくさがりなので変えないんですけれど。ね、しかもね、漢字が書けないからカタカナだもんね。そうじゃないけど、画数が、私の場合本名の字は良くないので、カタカナの方がいいんですよ。あ、本名の字あるんだ。ありますよ。この間会社の設立の時、会社の名前、漢字でちゃんと書いてたし、私。本名の字あるんだって。知ってた？愛先生。知ってますよ。俺だけ知らなかったわ。知らないわけなくないですか？全然関心なかった。だから、どれだけ人に対して無関心かっていうのがね、ここで発覚してしまうっていうね、さっきもね、愛先生が修学旅行で行きましたって言ったにもかかわらず、5分も経たないうちに、なんで行ったんだっけってね、言ったりとかね。昨日さ、沙織先生のさ、ビクトリアさんとの、あれよかったね。うん、あ、そうですか、うんうん、僕たちのっていうか、僕たちのこういうコメディタッチじゃなくてね、なんかすごい、インタビューする人みたいだったもんね。だってインタビュー形式でやりますって言ってやってたから。確かね、今年のね、9月か何かに銀座で個展されるんです。行くか。キャッツアイ、また再び集合しようか、キャッツアイ。またそういう、物騒な単語言うと。ね、もうちょっとドキドキしながら言ってね、ドキドキしながら。確かに。俺、キャッツアイの三姉妹の誰の役やればいいの？やっぱり一番年上だからお姉さんなんじゃない？紫じゃないですか。沙織先生がお姉さんの役似合いそうじゃんね。うん、あ、でも、色的には、トムさんオレンジが良さそうですけど。あ、じゃあ末っ子だ。どうしたの？ね。あ、じゃあ、ね、そしたら愛先生お姉さんにしないと。紫でしょ？逆で。めちゃめちゃ妹体質じゃん。愛ちゃんね。私、長女ですけどね、これでも。で、私、次女ですけどね、末っ子。君の先生は、恋人の、トシっていう刑事の役で出させてあげるから。どうして逆に君の番組。女性が3人いて男性が1人なのに。